ブルーフィッシュ、ブルーフィッシュはアメリカ海軍の潜水艦。ガトウ級潜水艦の11番艦。艦名は全世界の温水域に生息するオキスズキ科に唯一属するオキスズキニチナム、その名を持つ艦としては2世紀目。ブルーフィッシュはコネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港する。1943年2月21日に、 ロバート・ワイメン・ジー夫人によって浸水し、ジョージ・ー・ポーター・チューサ、アナポリス1932年組の指揮下1943年5月24日に就役する。副長には、チェスター・ W ・ニミッツ・ジュニア対アナポリス1936年組が就任した。ブルーフィッシュは、ニューロンドン海軍潜水艦基地を7月21日に出港し、 ここソロを経由して8月21日にオーストラリアのブリスベンで第72任務軍に合流し来る紹介に備えダーウィンに進出した。9月9日、ブルーフィッシュは最初の紹介でジャワ海セレベス海方面に向かった。9月18日、ブルーフィッシュはの地点で日本マストのスクーナーと2隻の小型ホブネを発見し、浮上砲船でスクーナーを炎上させた。 9月21日午後にはののンダリ近海で1万トン急暇客船を発見し、魚雷を4本発射して2つの爆発を確認したが、目標はそのまま北上していった。9月25日朝、ブルーフィッシュアの地点で2隻の護衛艦が配された輸送船団を発見し、魚雷を4本発射して1本が、目標に命中する。直ちに反転して、監視発射艦から魚雷を6本発射し、 日本を目標に命中させた。一連の攻撃で陸軍輸送船赤島る三井船舶3227トンに魚雷が1本命中した。2日後の9月27日未明、ブルーフィッシュはの安本南西190海里の地点で安本からセレベス島に向かっていた特設運送船北陸丸大阪商船8359トンと 北陸丸を護衛中の水雷艇カササギを発見し、北陸丸に対して魚雷を6本発射したが、魚雷はカササギの左舷チューブに命中して、これを撃沈。ブルーフィッシュは第二撃で改めて北陸丸に対して魚雷を2本発射し、一つの爆発音を聴取した。9月28日夜には、第4号総海特務艇と水雷艇記事に護衛されていた。 赤シマールを再度発見し、の地点に至って、浮上攻撃により、魚雷を2本発射して2本とも、赤シマールに命中し、赤シマールは爆発を起こして沈没した。ブルーフィッシュは、この攻撃で魚雷を使い果たしたため紹介を打ち切った。10月4日、ブルーフィッシュは25日間の行動を終えて、フリーマントルに帰投した。10月26日、 ブルーフィッシュは2回目の紹介で、南シナ海に向かった。11月6日夜、ブルーフィッシュはの地点で遠方に輸送船団、11月3日にシンガポールを出港し、文字に向かっていた日14船団をミスる。一旦は見失うも、翌11月7日午後に再度発見して、船団の全貌をおおよそつかむことができた。11月8日朝、 ブルーフィッシュはの南沙諸島東方に至ったところで、浮上攻撃を仕掛け、戦闘船、5番船及び6番船に対して、艦首と艦尾の両発射管を使って、魚雷を計10本発射し、すべて命中させたと判断される。1時間後に2度目の攻撃で後を落としたタンカーに、対して魚雷を4本発射しが、1本は命中したものの、不発で2本は命中せず、 残る一本が命中しただけだった。三度目の攻撃で魚雷を二本発射して一本を命中させ、四度目の攻撃でも魚雷を二本発射し二本とも命中させた。ブルーフィッシュは、この一連の攻撃でタンカー朝日栄丸日東汽船1571トンを撃沈した。11月18日午前にはの地点で、パラオからバリクパパンに向かっていた第2513。 戦団を発見し、深夜まで追跡の上のバシラン島沖に至ったところで、駆逐艦サナイト、特務艦インドに対して、魚雷を4本、インドに対して魚雷をさらに2本発射。魚雷は3本がサナエに、1本がインドに命中してサナエは沈没し、インドは中破して、行き足を止めた。ブルーフィッシュは、またもや魚雷を早々に使い果たした。11月26日、 ブルーフィッシュは32日間の行動を終えて、フリーマントルに帰投した。12月20日、ブルーフィッシュは3回目の紹介で、ラッシャーと共に、南シナ海、タイランド湾方面に向かった。12月30日夕刻、ブルーフィッシュはのカリマタ海峡で、タンカー、イチウマル、共同企業、5061トンを発見し、魚雷を5本発射して全て命中させて撃沈した。 1944年1月2日から3日未明に、かけては、を中心とするマレー半島東岸と間の海域に、嫌いを11個付設。1月4日午後、ブルーフィッシュは、ラッシャーと会合する。会合の後、ラッシャーと別れてから約2時間半後、ラッシャーから敵発見の報告がもたらされ、すぐさまその方角に移動する。ラッシャーの攻撃に起因すると思われる何度かの、 爆発を確認しつつ、目標接近し、21時頃からの夏な諸島、北北東沖で、ミリからジャックに向かっていったタンカー船団に対する、浮上攻撃を開始する。最初の攻撃目標を、タンカー発行丸、帝国船舶所有、共同企業運航、6046トンと、応急タンカー、今山丸、大連機船、2733トンとし、 元はアメリカで建造された発光丸に対して、魚雷を4本、今山丸に対して、魚雷を2本発射。魚雷は発光丸に2本が命中したと思われ、ブルーフィッシュは走者の後先行と反転を行い、手追いの発光丸に対する第二撃で魚雷を2本、発射して一つの命中音を確認。発光丸はの地点で瞬時に爆沈し、ラッシャーがその様子を確認していた。再浮上の後、 ラッシャーが特設運送船、旧ユのりヒロマ野物産7251トンを撃沈する様子を見届けた後の地点で今山丸に対して魚雷を5本発射するが命中せず、日付が1月5日に変わってからの地点で魚雷をさらに3本発射したが、これも命中しなかった。攻撃後、八甲丸とのりヒロの沈没地点に戻ると、 合計50名の日本人が乗った2隻の救命ボートが漂っており、そのうちの何人かを捕虜にして尋問した。1月13日、ブルーフィッシュは27日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島。艦長が、チャールズ・エム・ヘンダーソン少佐、アナポリス1934年組に変わった。副長のニミッツ・ジュニア大尉も少佐に昇進して、ハット艦長となり、ブルーフィッシュを退官した。 2月13日、ブルーフィッシュは4回目の紹介で、南シナ海に向かった。日付が3月3日になって、すぐ、ブルーフィッシュのレーダーは17,500ヤード、約16キロ先に目標を探知する。前を取って、追跡を行い、明け方には、戦闘線と2番線に対して、巨雷を3本ずつ、計6本発射し、反転し3番線に対して、 艦尾発射管から魚雷を4本発射するも、すべて外れた。この目標は、非47船団で、魚雷は特設運送船の白丸、日本優船、7189トンに向かったが、回避された。一度は、非74船団との接触が途絶えるが、翌3月4日未明に、再び発見。前日同様に接敵し、明け方にの地点で、艦尾発射管から魚雷を3本発射。 魚雷は特設運送船、旧洋大峰山丸、三井船舶、1536トンに2本から3本、命中し、大峰山丸はわずかに船首を海面上に突き出した状態で沈没した。攻撃後は紹介の傍らで、南沙諸島の偵察も行う。3月20日にはの地点で、日本潜水艦を発見するが、攻撃の機会がなかった。3月28日夜、 ブルーフィッシュはの地点で、沖の島型不設艦を発見し、の地点に至ったところで、艦首発射艦から魚雷を4本と、最後に、艦尾発射艦に残った魚雷を1本発射した、目標が進度を変えたため命中しなかった。4月12日、ブルーフィッシュは58日間の行動を終えて、フリーマントルに帰投した。5月7日、ブルーフィッシュは5回前の紹介で、 セレベス海方面に向かった。途中、当時インド洋方面にいた空母サラドガとイギリス空母イラストリアスの搭載機が5月17日にスラバヤを空襲するトランサム作戦ので空襲を援護する任務を命じられた。援護任務が終了すると通常の紹介任務に戻った。5月25日頃からはたびたびの日本艦隊の動静を監視。 5月26日には3隻の戦艦、4隻の従順洋艦、3隻の軽巡洋艦その他の艦艇を認めた。5月30日、ブルーフィッシュはカブリラと共にたびたび沖で今作戦のために出撃した戦艦扶桑、従順洋艦妙高、ハグロイカの第一次、今部隊を発見した。ブルーフィッシュは部隊の3回り以内までに接近することができず、 部隊が市海外に去ってから日本艦隊出撃の方を司令部に打電した。6月1日、定例の案内の偵察を終えたブルーフィッシュは高速で接近する正月型駆逐艦を探知し、艦尾発射艦を目標に差し向ける。しかし、続いて別の巡洋艦があるいは駆逐艦が現れ、被害の目標及び暗証との距離を探っているうちに攻撃の機会を逸した。 たびたびの監視を終えた後の6月12日未明、ブルーフィッシュアの地点で、占い守る型解剖艦を発見し、魚雷を6本発射するが外れ、逆に爆雷攻撃を受ける羽目となった。6月15日未明にも大型輸送船に対して、魚雷を5本発射するが、命中しなかった。6月16日朝、ブルーフィッシュアの地点で3隻の輸送船を発見し、2番手の 中型輸送船に対して、魚雷を3本発射する。魚雷は輸送船南進岸、帝国船舶、1422トンに1本、命中して、これを撃沈。6月20日夕刻、ブルーフィッシュアの地点で、大型輸送船と、千鳥型水雷艇を発見し、まず魚雷を2本発射するが命中しなかった。続いて、魚雷を3本発射したもののこれも外れ。 日付が6月21日になってからの地点で、行われた3度目の攻撃では魚雷を4本発射し、うち2本が輸送船カナンマル、日本海、汽船、3312トンに命中して撃沈した。6月28日、ブルーフィッシュは53日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。7月22日、ブルーフィッシュは6回目ので、 南シナ海、ルソン島西岸方面に向かった。ダーウィンに気候の後、小国に進出。8月15日、ブルーフィッシュは、ラッシャーから8月12日にパファーの攻撃で、損傷した艦船を捜索するよう指示を受け、ミンドロ島沿岸部に向かう。8月17日朝に3隻の艦艇に囲まれた、特設運送船、旧床見を取とり丸、イーノウン。 5135トンを発見し、夕方まで生還した後に再接近して、魚雷を一本発射。魚雷はカミオトリマールに命中し、カミオトリマルはの地点で沈没した。8月19日未明、ブルーフィッシュはレーダーで目標を探知。この目標は、イマリ湾からマニラに向かっていた、非71戦団で、すでに8月18日22時20分頃に、ラッシャーが、 戦団最後尾の空母を高を撃沈し、ついで23時12分に特徴的な煙突を持ち、かつて交換船としても活躍したミカドアマル、帝国船舶、元フランス船、アラミス、日本優船委託、17,537トンに魚雷を2本命中させて撃沈。戦団は混乱し、悪天候の中を大騒をするようになり、各船は陸岸に近接して飛退していった。 ブルーフィッシュは混乱続く、非71戦乱24ノットの速力で接近し、の美岸西岸沖105キロの地点に達した3時20分に、都南岸級タンカーと2番目のタンカーに対して、魚雷を4本発射し、2本から3本が命中したことを確認する。1時間半後に2度目の攻撃で、2番目のタンカー、魚雷を3本発射し、2つの爆発を確認。 三度目の攻撃は、その一時間後に行われ、同じく二番目のタンカーに対して、魚雷を二本発射して二本とも命中させる。霧が出て爆発がとどろく中、明け方にはの地点で行き足を止めた、ン南岸級タンカーに対して、魚雷を三本発射し、すべて命中させて、目標を沈めた。この、都南岸級タンカーは、特務観測級であり、ブルーフィッシュは沈み行く速級の写真を、 戦争鏡越しに撮影したが、これが現在までのところ、即急唯一の写真となっている。攻撃後も8月31日まで、美顔近海トルソン海峡で紹介を続け、その後はミッドウェイ島に進路を向けた。9月14日、ブルーフィッシュは54日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。サンフランシスコに開港され、ベスレヘムスチールでオーバーホールに入った。 オーバーホールなって戦列に復帰した、ブルーフィッシュは、真珠湾を経由して1945年2月9日に、グアムアプラ港に到着した。2月10日、ブルーフィッシュは7回目の紹介で、日本近海に向かった。南西諸島方面で救助配備任務につき、3月1日に、戦闘機の援護を得て2名のパイロットを救助したものの、 息を引き取って、水槽で葬られた。3月19日、ブルーフィッシュはの地点で200トン休館指定を発見し、浮上砲船で損傷を与えた。3月24日、ブルーフィッシュは42日間の行動を終えて、アプラ港に来。艦長が、ジョージ・ W ・ブーフォーブス・ジュニア少佐、アナポリス1939年組に変わった。4月23日、 ブルーフィッシュは8回目の紹介で東、シナ海に向かった。4月29日、ブルーフィッシュは、先島諸島方面での救助配備任務中に、温心不通になったスヌークに代わって、救助配備任務につき、5月29日まで任務を続けた。その間の5月7日、未明、ブルーフィッシュは、石垣島、宮永の航空基地に対して5インチ砲による艦砲射撃を行ったが、 大した損害は与えなかったと判定される。石垣島への艦砲射撃は5月24日、有国と5月28日有国にも行われ、5月7日に攻撃したのとは別の航空基地に対して5インチ砲弾を撃ち込んだ。6月1日、ブルーフィッシュは38日間の行動を終えて、スービッグワンに帰島した。6月25日、ブルーフィッシュは9回目の紹介で、 南シナ海に向かった。6月30日に、両艦ブロワーと会合し、天豪ルミサキから、北が、ブルーフィッシュ、南が、ブロワーの紹介海域となった。7月8日夜、ブルーフィッシュは、ブロワーから、の地点に2隻の小型艦艇がいると教えられ、その方向2艦を進めての地点で目標を発見し、魚雷を4本発射するが命中しなかった。日付が7月9日に変わって、 すぐ、震度を浅くして、魚雷を4本発射して2本を命中させ、ほどなく3度目の攻撃で魚雷を4本発射したが、これは命中しなかった。この攻撃で、第55億戦特務手を撃沈した。7月13日からは、ブロワーと共にハンマーヘッド、チャート合流し、ウルフパックを構成。この頃、大型潜水艦がシンガポールを出たという情報を得た。 ブルーフィッシュはこの潜水艦を撃沈するよう司令部から命令を受けた。7月15日未明、ブルーフィッシュは2つの魚雷爆発音を聞く。ブロワーが目標に対して攻撃をしたと判断され、そのブロワーから攻撃を行ったが、その結果は疑わしいとの報告が入る。やがてブルーフィッシュはの地点で12ノットの速力で、 浮上航行中の大型潜水艦を発見した。これはガソリン輸送潜水艦の移、e、号第351、潜水艦 E351 であり、ガソリン輸送のついでに第936海軍航空隊関係者を便乗させて7月11日にシンガポールを出港し、サセボに向かっている途中だった。ブルーフィッシュは E351 に魚雷を4本発射し、 そのうちの2本を命中させて撃沈して、E351 の乗組員3名を捕虜とした。7月19日にはの地点で日の丸を掲げたジャンクを発見し、威嚇射撃で停戦させて原住民を退去させた上で、砲撃により撃沈した。7月29日、ブルーフィッシュは33日間の行動を終えて、フリーマントルに帰討した。戦争が終了すると、 ブルーフィッシュは本国に帰還し、10月9日にフィラデルフィア海軍交渉に到着する。第16艦隊に配属された後、10月31日にニューロンドン潜水艦基地へ移動、その後グロトンのエレクトリックボートに栄光され修理を受ける。1946年6月12日にブルーフィッシュは復帰し、1947年2月12日に予備役となる。 ブルーフィッシュは1952年1月7日にニューロンドン海軍潜水艦基地で最終駅し、大西洋艦隊第82潜水艦部隊に配属される。4月7日にフロリダ州キーウェストに向かい、4月11日に第41潜水艦部隊に合流する。ブルーフィッシュは1953年5月までフロリダ沿岸及びカリブ海での訓練演習及び作戦活動に、 従事した。同年6月7日にブルーフィッシュはポーツマス海軍基地に到着し、ポーツマス海軍造船所で不活性化オーバーホールを受け、11月20日にニューロンドンで予備役となった。その後、ブルーフィッシュは1958年6月1日に除籍され、1960年6月8日にスクラップとして売却された。ブルーフィッシュは 第二次世界大戦の先行で10個の従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。